下が水につくようにしてこう沈めていくわけです。それで初めはこれを入れたら蓋を閉めて暗くしてやります。で、あったかい水に30度の水に浸かっていて、暗くなったということで種は発芽していいんだというスイッチが入りますので、これを蓋を閉めてからだいたい1日半ぐらいで芽が出て、メロンの生育がスタートするわけですね。はい。で、今これは7月2日に植えた苗ですので、だいたい2週間ちょっと経過した苗です。2週間。はい。で、あとであちら見ていただきますけども、これはだいたい20個ぐらいの苗を植えて、そこから16個の問題のない苗を選び取って植え替えていきますので、ここに今見ていただいているのは残念ながらちょっとその生育が他のものに対してその時点で劣っていたものなんですね。これだとあれは明らかに小さいですね。同じ2週間みんな。そうです。こういうのはそんなに頻度は多く出ないんですけど、まあ、まれにその種の時から持ってたおそらく先天性の何かによって生育が入る制限。これダメなんですか、ね、葉っぱがこういうふうに変形してるとか、はい、ちょっとなんか普通じゃない生理的な障害が出てるとか。でもカットされちゃう。そうですね。種自身は、はい、あの特別な感じですか。種はごく一般的なメロンの種。メロン、はい、冷めた後のメロン。今そう、種はあの食べた種を植えても同じような品質のものができないようになってるんですね。種屋さんが儲かるように1回しかできないように種が作られてますので、毎度種を買って植えていく。花なんかもそうだ。それ F1 種って言います。そういうのを、はい、